皆さんこんにちは。こんにちは。あきらです。あさりです。銀です。今日は何でございましょうか。今ね、しまじろうのワオで何でもランキングっていうのがあってるんだけど、しまじろうのワオの歌知ってる？ダンスしたりとかしたことあるでしょ。で、その何でもランキングっていうのをガオガオさんがね説明してくれるから、ちょっとその動画を見てみて。うん、OK。 やあみんな、元気にしているかい？面白い。これは私の大発明、何でもランキングマシーンだ。人気の歌やダンスを発表するぞ。ぜひ君の好きな歌やダンス、もう一回聴いてみたい曲を教えておくれ。なになに、どんな曲があったか思い出せないって？しまじろうの輪を番組ホームページで聴けるよ。見てみてね。外に出れば、いつだってそこに。毒ガエル、しまじろう出てきてないじゃん。知ってる歌あるかな？知ってない。知らない。あ、なんか知ってるさ。聞いたことある？ある？聞いたことない。だいぶね、聞いたことない。なんこれ、なんこれ、なん？36曲の中から好きなお歌を選んでもらうんだって、うん、それでランキングを決めるらしいんだけど、ここでちょっと気になる曲がね、見れたりとかするの。知ってる歌とかあったらちょっと見てみて。銀くんはワオがいっぱいミュージアム。死んでいるのか。動かないのに、なんかいる。生きてないのに見られてる。自然と科学、メジャーなサイエンス、考えてみよう、調べてみよう。うん、階段階段階段。魔法がいっぱい、博物館、魔法がいっぱい、ミュージアム。怖いよ、あの君は誰なの？どこから来たの？俺は恐竜、ティラノサウルス、恐竜時代のアバレンボール。ライバルはトリケラトプス、角が3本、かなり強い。ずっと昔、大昔、恐竜時代がダダンと終わった。ダダンとドンデン、ダダドデン、ダダンとドンデン、ダダドデン。じゃあ、アチャピの好きなお歌はどれかな？アチャピ、世界はパラダイスみたい。みたい？うん。アチャピはこれ一回だけステージで踊ったことあるんだよね。やっぱりね、アチャピには思い出の曲なのかな、これはね。これが一番大好き。キちゃんのちょっとなんか思い出の曲あるかな？やっぱこれかな。トマトミックス？うん。なんか、筋肉痛なったんだけど、なんかやっと、やっと下に飛んだ音が100個ある、200個しかしてない。なんかでも元気になる曲だよね。大昔に来ちゃった。大昔。2億3000万年前まで行ったんだよ。
飛べるんですね。あー、これミミズみたいなやつだ。気持ち悪い、気持ち悪い。可愛いじゃん。確かに顔は可愛いけどさ、体は早くない？ズーッ。あ、これコトコトしてなるやつだ。これすごい多分強かったんだけど、うん、の魚さん。ミコソースかければよかったのに。あーよかった。助かった。ミコソースを体中にかけて、そしたら辛くなった。トリケラトプス。これはね、銀も好きな歌だよね。恐竜がたくさん出てくるからね。ハッピージャムジャム最高。ハッピージャムジャム最高。スマジロのイベントなんかでも最後はやっぱりこの曲って言って踊る、すごいいい曲だよね。なんか君中にコソコソしてる。しまじろワンダも踊ってみたよね。うん、ちょっとそれも見てみよう。うん。あ、銀パートがちっちゃすぎ。あきねねが一番大きくなってる。山のところに乗ってみたら、ふふ、あ、次トンネルが大きくなった。ドン。これが4歳の時と思う。3歳かな。で、アトピーめっちゃ知ってる。じゃあ、かんあきチャンネル内でもこの何でもランキングをやってみましょう。はい、はい、じゃあ、かんあきチャンネルの何でもランキング5位から1位までを発表してください。 OK です。じゃあ5位。ギリ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 。じゃん！ワオがいっぱいミュージアム。これは朝日と私よりも銀太の方が好きだったね。ママもあの歌は好きです。そうなんだ。最初なんか好きって言ってたよね。そう、なんかねリズムとかがすごい好き。あー、私も好き。第4位。ディギ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 ディ。大好き。でもあの匂い。なんか癖になる歌だよね。それではそれでは第3位。3位。いきますよ。ドク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 。じゃん。マトビックス。だけど飛んで跳ねて楽しい踊りだったから私も好きです。では第2位。いきますよ。ハッピーじゃん。
歌いたくなる。ピジャマジャムが2位なんだ。うん、ということは、はい、第1位世界はパラダイスでーす。そっちなんだ。うん、こっちもすごい好き。本当に自分の心の中でも虹ができる。バクワクバッキードッキーバッキー。以上、カワクチャンネルのランキングでした。でした。なんでもランキングはしまじろうの輪を番組ホームページで投票できるよ。締め切りは9月7日。みんなも好きな曲を投票してみてね。結果は9月28日の輪を番組内で放送するみたいだよ。見てね。